ちょっとシュートまで。2-0。オカピ気持ちがオカピ頑張れオカピ諦めんな。運動量の問題が1だと回決定戦2月じゃないよ。たけしさん、おお、計測める。いいね、さすが。4-0。わかって4-0だよ、これ。ボールが自分でも当たってコウジさん、次は負けらんないよ。ワンデー大会え出たいですけどね。ただ前回のように14人体制だと僕はちょっとあそんな今回はそんなに点差だよ。え？行きたいですね。最後に優勝して。開いてるって開いてる。優勝6人続ける。堀さんマジでマスコーズの時ちゃんとやってくださいね。え？青キング舐められてるからねちょっと。え？なんて言われたの？言われたっていうか、正直言われたはいないけど、明らかにその時になんか、あ、普通に勝てんじゃんみたいになってたから。まずい。まずいですよ。9年、9年。まだ、まだじゃない。え？ギブアップ？あと2分もありますよ。まだまだ。じゃあ、あと2分やります。よし、頑張ろう。もう5点差ぐらいついたら、どうぞ、OK？ OK？ だって、この後もすぐどうぞしちゃうのよ。マスコーズ強かった？ん？強かった。
強かったか。出るよ出るよ。あのね、正直メンツを考えると、まあ、やむを得ない部分はある。正直正直多分もう一人、まあ堀さんと言わないまでも普通にあのなんだろう FC で試合に絡ん試合に出てるメンバーがあと一人いれば、あの1、2本目負けることはなかったんですよ。誰が悪かった？悪かったのは、悪かったのはまあいますけど、まあ具体名あげない方がいいんじゃないですかね。いや言ってもらえば分かんないよ。誰が悪いのか言ってくんないと。おすげえな。オカピー1点。誰が当たった？俺はそこは聞きたいんだよ。正直じゃあちょっとこの動画を撮った後に。ダメだ今知りたいんだよ。今すぐ知りたいんだよ。走っときゃよかった。じゃあ終わりでーす。